台湾百大建設は、中華民国の建国100周年となる民国歴100年に、行政院公共工程委員会が主催したイベント。一般的には、中華民国百大建設、国内百大建設とも言われる。高校会が開設したウェブサイト、台湾基礎建設モール博物館で、過去の公共インフラの事例や建設史が紹介され、 それらの中からインターネットによる一般投票によって決定された。投票期間は2011年1月の31日間。総投票数は313,190票。2月に結果発表が3月にトップ10の表彰が行われた。文化建築部門などで中華民国建国より前の成長時代の建築物が含まれていたり、2011年時点では 建設中で完成していない事業も選ばれるなど、選考対象は必ずしも建国後100年間に竣工したものに限定されているわけではない。一部ほぼ同一案件が前進と後ろ身で別々に選出されている。台湾高速鉄路行使に、首位の認定証が授与された。ありがとうございます。